軍に思い知らせてやる。はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。スターファイターアサルトやっていきましょうか。この月曜日のゴールデンタイムに少しでもレベル上げしていこう。うわー、来たわよボマーが。結構ね、まあスターファイターサルトマッチングがまあ非常に難しいんですけれども、多分11対11だからほぼフルメンバーみたいな感じの対戦なんで、ちょっと頑張っていきたい。なかなかね、大変なんすわこれ。やる、強い味方、強い。もう私がヒーローシップ出す暇なさそう。まだ来る、振り切れてないなこれ。援護しろ。あと1機だよね。ただ敵も結構減らしてきてるな。やっぱいいな、バチバチの戦い。いいね、ミサイル撃てんかった。ナイス、ブロッケードランナーを撃破。前期反乱軍艦隊へ進め。反撃開始じゃ。反撃開始じゃい。あ、これ敵のど真ん中出た。痛い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 、それは痛いて、それは痛いて、それは痛いて。OK、 いいよ、生かしておくんじゃない。普通に死にそう。お、ギリギリ足りてる。いいよ、行こう。全て破壊しろ、全て破壊していくしかない。危ない、ここに来てすげえあれなんだけど、コクピット視点が気になる。コクピット視点が気になる。おお、ごめん、もうこれ以上俺は怖くて無理。何かに撃たれてんな。ナイスレベルアップ。詰められてんのこれ。詰められてるくせえな。あぶね、詰められてないじゃん。焦ってしまった。焦りは禁物だね。これ今年最後に味方強い。とりあえず大量のミサイル撃ち込んだから、この俺の仕事終わったと言っても過言ではない。これでおしまいだ。あ、壊れてる、見えません。お前たちの争いに興味はない、全ては報酬。やばい、味方強すぎてポイントを稼げません。
これより次の段階へと進む。いや、ミサイルに浮されると焦る。わかります。私もそれで死にました。私もそれで死にましたわ。これは不毛な後ろの取り合いになっている。みんな結構あれね、暗礁中域に手を焼いてる感じ。しまった。そうだ。これ毎回あれなんだよな。リスポーン側から叩いて後で後悔するっていうのやってるから、今回はちゃんとやる。いや、ちゃんとやってる味方がもうすでに。ナイス。いて。いや、見せ場なく終わるぞこれ。味方強すぎて見せ場なく終わるぞ。ちゃんと奥から叩いてる。教科書通りかい。教科書通り最高。ボバ強えなこれ多分。もう一回くらいチャンスありませんかね。味方が鬼強なのが分かったんで。まあまあか。まあまあか。いや、ボバ君大活躍よ。まあまあではなくて。もう無様な死に方さえしなければ、完璧だな。あっチャンス。でも15って最後なんだよな、もうエンジン。うおー、頑張れー。頑張れCPU だな。我が力を見よ。我が力を見よ。次はないと思え。終わるよね。それは終わるよね。私がサボってても。奴らの小さな勝利などすぐに覆されたの。強いって。あ、途中で人数減っちゃったのかな。開幕前は11対11だったんだけど。ボマもうまかったしね。よし、レベルも1個上がった。嬉しいね。そうだよね。そんな変わんないよね。多分あとの、でもガチ勢おる。撃墜数ゼロのガチ勢おる。いや、最高だね。いや、そうなんですよね。撃墜数稼いだところでポイント稼げるわけじゃないっていうところを、よくわかってらっしゃる。というわけでね、今回は、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。来年も頑張るべ。